それは僕が堀尻です。はい、ということで前半編の方はミンミ君のチャンネルで、はい、ということで前半編はミンミ君のチャンネルを見てください。自己紹介だけしていただこうかなと思います。ぜひよかったら、はい、どうもドラムクエストゲームデザイナーの堀尻です。よろしくお願いします。結構4、5回やったことあるんですよ。おいろいろ面白いなと思って、で今回ね参加することになって、なんとねネタがポートピア監督殺事件という、はい、こちらの総理 で、ね、もちろん内容は誰も知らないんですが、今回は分かりやすく安木薫視点で特別にお送りしようと思います。もっとしっかり説明してますので、ぜひそちらもご覧ください。ということで次よろしければ。おはこんばんちは、ゆめかみみだ。はい、普段ゲームタレントという名前で活動してるんですけど、まあ、いろんな番組とかイベントとか大会の MC をメインに豪華ゲストを呼んでの対談番組をしております。世界一好きなゲームはドラゴンクエストです。よろしくお願いします。楽しみです。大変光栄です。はい、最後に、はい、ボードゲーム&マーダーミステリー喫茶ジョルディーノというお店で広報兼実証看板娘をしてます、サシースーセーソースニテンテンでズッチーです。よろしくお願いします。お願いします。大好きです、はい、なのでめちゃめちゃ楽しみに、はい、では後半編に続こうと思います。前回気になる方はミンミ君のチャンネルを見に行ってくださいね、はい、よろしくお願いします。お願いします。ポートピア単独殺人事件後半編となります。そうだね、でもやっぱさ、ちょっとそうなると、では議論の続きから。安木薫は人に聞く、叩く、掴むというアクションができるので、この中から一つアクションを選ぶようです。確か真野さん、え、俺かマフラーしてるじゃないですか。あ、ちょっと気になってた。あ、なんかこのマフラーって掴めるじゃないですか。ここでオリラちゃんがマノのマフラーに掴むというアクションを実行してみます。ベテベテベテ、そう、実はね、マフラー掴むと、はい、なんとなんと首にあざがありました。なんとマノさんからこのような情報が出てきました。あれあれ、首にあざあるのって確か市長でしょ。ここで安木薫のハンドアウトをご紹介。ここでは堀井雄二に初めて会った際に、堀井雄二自身から首元にあざがあり、私も幼い頃に辛い思いをしたんだよと話してくれた描写が残っています。堀井さん、あ、もしかして市長にはなかったのかな、なんか確認してたよね。そうな、そうだよね、僕は気づかなかったんですよ、ですよね、亡くなった市長はあざなくて、それは僕が堀尻です。実は本物は僕なんです。ただいろいろね、その、まあ、政治やるのに思ってると怖いかなと思って外務省を立つ、はい、外務省がその彼 で彼がいろいろ悪事故になるから、僕としては本物としてはやっぱそれ良くないよと思っていろいろ調べたっていうのが経緯だったので、うん、じゃあ、あなたは堀井雄二さんということで、なんと死亡していたのは、ね、市長の堀井雄二ではなく真野康彦という情報が出てきました。確かに、そいるかもですよ、うん、そうですよね、だってさっきのボウガンとか危ないですよね。え、動機は多分この店の堀井雄二の悪行だと思うのね、うん、あ、知ってる人だ、ね、そうそう、いろいろね、ポートピア経営とかいろんなものをダメージしたからさ、それを恨みの、だから僕はそれを反対してる立場なんで、うん、そんな殺されないかなと思って、うん、今秘密は明かしました。それっていうとスタッフさんもあり得るってことになってくるね、うん、ここでもう一度登場人物のおさらいです。偽物の自業自得っていう、だって知っている人、恨みを買ってるの、この中にいる人か、うん、まあスタッフさんが何か知っているそうな気もするっけ。じゃあ今亡くなっているのは真野康弘さん、いや真野康彦さんってことなのかな、真野さんかな、一人容疑者亡くなったから残り3人、そうね、3分の1。でも私と安木さんは市長ちょっと本物じゃないんじゃないかなって最初から思ってました。そうね、朝が知っていたから。ここで安隼人のアリバイがないということに皆さんが気づきます。
でもね、多分ハヤト君も知ってた気がするけど。いや、本当に。いや、てか本物の市長だから犯人から外れるってことはないんじゃないかな。ああ、まあそうね。でもね、それもそうね。あの、殺しちゃうと自分的にはいろいろ調べられて、うん、バレちゃうから。確かに。ああ、ない。そう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 、それはね、や自分でやらない、うんうん、偽物が勝手な行動をして殺しちゃったってことはない。勇みようとしただけで殺すことは可能。殺しちゃうといろいろ自分にも火の粉が待ってちゃうんだよ。そうなると、でも2人は知ってた、ね、知ってた、うん、で誰かと誰かがその時間一緒にいたのは誰だっけ。誰と一緒にいた。となると一緒にいた、一緒にいたわ、ハヤト君はどうしたんだっけな。あとね、私、ハヤト君がジェットコースターに乗っていくところをちょっと前に見たの。あ、そうなんだ。それ見間違いじゃない。私、そんな気がしないわ。本当はいなかった気がするけど。40分かな、40分ジェットコースターに乗ってた。40分。私も一緒にいたけど、多分45分でしょ。そうね、45分でしょ。45分にでも見なかった気がするけど。40分に乗ってた。そうなんだ、うん、じゃあ乗ってるかも。乗ってた。それは早く一人で乗ってた。40分に僕はジェットコースター乗ったけど、うん、え、乗ったね。え、乗ったね。ジェットコースターに乗ってたからって、うん、でも10メートルしか射程距離ないんでしょ、うん、そうね。無理ってさっき収束したから、それは別に、うん、でも落としたらボーガンね。落としちゃった。落としちゃったね。いや、撃ってなくてもボーガン落としちゃった。まあね、そういう線もあるよね。まあ、そういう可能性もあるけど、もちろん。40分乗ってた。40分はジェットコースター乗ってた。でもね、うん、市長は30分乗ってたよね。うん、うん、そうね。やらせられてた。うん、うん。10分前は生きてた。手を振っていた。あ、そっか。生きてたの。生きてたね。うんうん、手を振ってたね。うん、やっぱ18時40分には、大きく手を振られてたって言ってる、うん、いや乗ってた、18時40分にもジェットコースターに乗ってるから、うん、え、無理じゃない。ジェットコースターから撃つのは無理でしょ。でも、うん、待って、機動室に呼ばれた人がいたよね。ジェットコースター止めることはできるんじゃない。あ、止める、まあ、そうそう、うんね、うんうん、止めることはできそうね、うん、まあ、いなかったんだよね。そしてとりあえず男性スタッフ、そう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 、ジェットコースターの方に行ってた。え、ジェットコースター止めて上からこう徒歩で降りて撃ったって疑ってる。うんうん、私は疑ってないわ。さすがに。で、止めても上から撃つとしても、止まってたとしてもやっぱ距離が無理だから、10メートルだから、うん、俺じゃねえよ。動画回して、動画をつきましたね。ごめんごめん、それの動画ましたね。ちょっと重くなってきちゃって。そうなの。そうか、閉店カメラにしようかな。42人でロックあれしたんだよね。まあ45分は一緒にいた。一緒にいたっていうのが結構お互いかばってる可能性もあるし、二人共犯の可能性もあるね。あんまなくはない気がする。そうですよ、なくは。そうねえ、うん、女子の結束力舐めちゃダメですよねえ。そうか、じゃあ男同士仲良くしましょうよ。二人で子供を引く。今からアニメを撮ってもらって。僕は2本あったよね。そう、2本ありましたよ、ね、ありましたね。女子二人でやった。まあ、ボーガン怖いのが下に落ちたのと、もう一個はダンボールだったわけだから、たくさんの線はないっていうことでいいのかなって思ってる。ある可能性もあるかもしれないし、でも本物の堀井さんが無事なら良かったですよね。そうね、こんなこと言っちゃいけないけど、良、うん、かった。影武者の人はちょっとよく知らない人なんで、うん、私も正直堀井さんが復活したと思ってるんですけど、良かった、けど、うん、やっぱ人は死ぬから、ね、でも、そうよ、死亡してるわけだから、うん、人が死んでるのよ、うん、私たちは犯人探さないといけないわ。人が死んでる、でも人は死んでるわ、絶対人だ、人だけ汚れ。でもハッピーってことで捜査やめてもいいんじゃない。捜査やめちゃえ。もう私はこれ、動画配信とかしてたんじゃなくて大丈夫かしら、これ。あの、撮られてますよ。そうね、あの、撮られてる。私たち、犯人大丈夫みたいになってるけど、これ撮られてます。ここじゃあ、あの、ね、あの、ちょっと。まあ、そこはカットして、いい感じで編集。大丈夫カットしてくれるんですか、うん、もう、これは、じゃあいいか。ここに関してはみんな共犯ということで。そうだね。
あとあの市長、もしまた市長に戻られるんだったら、はい、花火をまた再開してください。ああ、それはいいよ、再開しましょう。あ、やった、はい、室蘭の花火がもう大好きで、これはね、中止したの僕じゃないんで、僕影武者が、死んでよかったじゃん、あいつ。なんてらしからぬ発言よ、花火大丈夫かしら。やっぱり花火関谷さん、ちょっとよく喋るよね。よく喋るよ、人任せ探偵とか言って、人任せ指示出ししないといけないからさ、嘘をつこうとしてペラ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 喋って、あーよ、なんじゃないよ、そろそろ捜査やめても。そうか、捜査どうついた、まだどうだろうね。全ての不可能を勝利として最後に残ったものがいかに奇妙なことがあってもそれが真実。奇妙なことがあっても真実。奇妙がジェットコースター動いてジェットコースター打つわからないね。どうなの、ね、奇妙。沖縄難しそうよね。正直こんななっちゃうわよ。そうやにやっちゃうよ。無理よ、これは。そういえばさ、なんかまだやってないことあった気がして。掴むってさ、人の胸ぐら掴めるんだよね。え、ごめん、これ誰の掴むの？市長の胸ぐらから何か出てくるかもしれない。心を掴むと、あ、出てくる。安隼人が掴みかかると、このような情報が出てきました。オートピアの計画書。もうこれは機密事故で、単なるメモだよね。なんか言ってましたね。だから、2.5 倍で動かしても問題ないってことなんで、2.5 倍か。2倍で動かしたって感じですよね。うん、問題なかったです。あとできるのって、なんかよくわかんない男性スタッフと、女性スタッフと、なんだっけ、もう一人。今安さんね、うん、で今安は遠くにいたから、そうね、打てないんだよ ね。男性スタッフ、女性スタッフは、うん、まあ、できなくはないみたいなことかな。一緒に乗っていたかどうかは分からない。私も出てきた瞬間見てないから、誰か一緒に乗っていたとかは分からない。いやー、そうだよね。なんか 10m って観覧車の端から端だったら 10m あるかなと思って、うん、なんていうの、違うところに乗ってたりとかね。そう、ちょうどだからここになった時にここでこうビーンみたいな、うん、どう？じゃあ、ジェットコースターから打つ線はもう外れましたよね。外してはいないけど、こう、なんか、可能性の姿として、そう、誰だろうなって。市長、僕じゃないですよ。うん、市長、これ犯人が女性従業員のことないよね。市長。だったら嫌だなって。市長。もうなんか、そこで問題ある、これ。なんか、ゲストが、なんだそれ一回時間見ましょうか。絶対聞いないのかなっていうね。超古品のログはこのようになっています。今やし関係ないんだ。なるほど。でも男性スタッフ、女性スタッフ、じゃあ一緒にいたってこと、班は。まあそうなってますね。ってなっちゃうと、うん、もう一人いた男性なのかな。秘書さんも大丈夫よね。そうね、これを見る感じ、機動室で女性と男性は密会をしていた、うん、記者さんも大丈夫ね。証明できる。そう、証明できる。ってなると、やっぱ、そうね。難しい、ね。この中にいるんじゃないかな。もう、ね、花火さ、中止されたら相当根に持ってみたいだけど、大丈夫。いや、いやそんなことはないですよ。花火は素敵だなって、今村の名物じゃないですか。偽物に対して反抗動機はあったよ。反抗動機はまあありましたけど、うん、でも、判定は人を殺すなんてできません。僕は市長に何も恨みないので。私知ってるよ、ここのさ、港のこのドック建設でちょっとやばいことあったんでしょ。あの堀井さんがさ、潰しちゃった港あるじゃないですか、はいはいはい、あそこの経営者はすごい今重い病気にかかっちゃってるみたいなんです。名字、野原の野に、野原の野に、あの、中洲の巣で、安って読むんです。うちの父の。動機あるね。あ、父の。うちの父のね、施設だったんです、あれ。ってことは、花火中止、うん、親父が病気になった。うん、動機なんかある、ね。あるんですか。あったら、ごめん、あの、ないって言ったらすごく、あれすぎるけど、うん、本当に動機はなくて、ただ、私は、ちょっとみんなと違って、この中の人に、まあ、恨み全くなくて、まあ、親によく、その虐待されてたから自分も傷を負っていて、それを見ていたからこそ
その首の傷に気づけたっていうぐらいで、この中の人に恨みはないな。うん、市長のことも好きだったし、こういうのね、見てくれてる大人ってすごい素敵だなって思ってたから、いい話、動機はないよね、本当に。関谷さん、急にそれ言ってきたよね。いや、ずっと知ってたんだ。ずっと知ってて、うん、でも、そんなこと言ったら疑われちゃうじゃんと思って、うん、なんか一生懸命頑張って動画撮影とかしてたから、悪い人じゃないんだろうなって思ってたんだけど、うん、情報確認したら悪い人じゃねって思って。情報がなさすぎてね。そう。それ言っちゃおうと思ったの、ね。うん、言っちゃおうと思ったじゃん。とこそでここなんか。もう歌うでしょ。今、みんなのアリバイ聞いてると、自分でも自分が一番疑わしいかもしれない。消去法で行くと。うん。でもそれだけで、3人と決められるのは尺だな。逆に誰があるのと、うん、やっぱり女子2人が怪しいんじゃないかなって。私たち疑われてるわ。ちょっとなんか悔しい。悔しいよね。でも、疑われてしまってるわ。私たちは一緒にいるしか言えないわね。一緒にいるよね。自分でも。いるよね。でも、あざに。あ、なくはないもんね。誰の犯人と思う？私から見て。私から見て。お前、私はさっきまでちょっとスタッフさんあるんじゃないかと思ってたんだけど、高くて、ね。この中誰が嘘ついてんだよね。いや、そうね。そういうね。そういう、バーベキューそういうやつだから。そう。人道と違ってシナリオがないとか。誰も犯人がいないとかないとかしたら、誰も犯人じゃない。でも死んじゃってるから、死んでるわけ、ね、いるんだよ。でもこれだけは言いたいんですけど、僕は嘘ついてないです。一切嘘ついてません。いや、それはみんなそう言うんだ。嘘ついて言わないの。私は隼人が嘘ついてないと思ってます。嘘ついてます。変わる。そう思いたいわ。そう思ってる。あれさ、もう一人容疑者っていうか、まだ外れてないって言いなかったっけ？確か秘書の人？あー、で今安、うん、そう。ふと、あ今安さん。おおおお。え？あ、なんか、カメラマンだよね。一緒にいるんだよね、ずっと。あ、うん、撮ってる。これ撮ってる。本当撮ってる。今動画撮ってる人。うん。あ、そう。一緒に入った？カメラマンもゲスト。おおおおおおお一緒にずっといた？そうね。ずっとはいない気がするぞ。ずっとは一緒にいないね。ジェットコースター乗ってる間、カメラマンと一緒にいなかった。あ、え？じゃカメラマン前だけピクピクしてるよ。カメラマンはね、現地で調達したんだよね。現地で調達したのカメラマンを？カメラマン現地調達型なの？そう、そうなんだ。すごいわ、ね。実は初の遠出のロケになるから、ああ、カメラマンは今回別で準備しようと思って、現地でのカメラマン募集の告知をしたの。そしたら、年配の女性の彼女が、そう、そう、彼女がね、名乗ってくれて、誰かを支えることが生きがいって彼女が言って、今回カメラマンしてくれてるんだよね。え？本当に支えることが生きがい？それ、それ言ってるの？ここでログの確認をしてみましょう。確かに一つ多いような。確かにちょっと偽善者っぽい気はするね。では、誰かを支えることが生きがい。ここでは犯人の指名を行います。関谷すみが犯人はと言いましたら皆さんであなただと言って犯人だと思う人物に指差し投票を行います。犯人はあなただ。犯人はカメラマンだ。皆さん、さすがです。私が、あの悪逆非道の市長に鉄槌を下しました。昨日、夕方にボウガンを購入しました。その時、ヤス・ハヤトとすれ違いましたから、見られていないかとヒヤヒヤしました。そして今日、バイクで真っ先に来た私は、市長と秘書の会話やメモから、市長のスケジュールを把握しました。観覧車のスタッフに、観覧車を倍速運転にするよう指示し、反抗する時間は別のメモで持ち場を去ってもらいました。20分かかる観覧車ですから、市長がゴンドラに乗車した時間が判明すれば、それから20分間、反抗不能と思い込んでくれればいいなって。アリバイを確保しようとしたんですけどね。なんで今もうまくいかないんですかね。本当は
覚醒を止めることができなかった秘書の今安さんも手にかけようとしていたんですがね。それは果たせそうにないですね。ただ後悔はありません。昔の堀井さんはとても気さくで優しく正義に満ちた人でした。間野康彦さんとおっしゃったかしら。私花火が好きだったの。室蘭湾に打ち上がる大きな花火、あなたは好きかしら。警察を呼びました。さあ行きましょう。安井康子さん、皆さんもご協力ありがとうございます。秘書の今吉剛がカメラマンの女性を連れ正門に向かった。こうして彼女の凶行は一件の殺人事件で幕を閉じた。安井康子、普通の名前だったね。室蘭のとある日、ポートピア殺人事件から2年近くが経過した夏、事件が風化し人々の記憶から薄れた。ポートピアは休日ということもあり賑わいを見せている。はい、どうも。今日は北海道室蘭ポートピア、とあるお祭りに来ています。いや、人がごった返してますね。ちょっとちょっとちょっと、画角から外れないで、新人配信者じゃないんだから。今日も口うるさいカメラマンと撮影を始めていきます。さて、数年ぶりのお祭りということで地元の人も気合が入ってますね。ちょっとインタビューしてみましょう。ちょ、そこのお嬢さんって、何よけって、あなたから声をかけてきては、それはあんまりじゃない。まさかの再会ですね。もしかして探偵の助手になりたくて声かけたの？そんなわけないじゃないですか。では私が立候補しようかな。市長がこんなところ出歩いてていいんですか？祭りはみんな楽しいものだろう。すっかり人が変わっちゃって。そんなこと言ってる間に時間になっちゃうよ。室蘭の夏、空に咲いた大輪の花、あるものは檻の中で音を聞いては涙を流し、あるものは病院のベッドでその色を目に焼き付けた。そして多くの人々の歓声と拍手でそれを包み込んだ。以上でポートピア単独殺人事件終了となります。はい、このまま解説に移ろうと思います。解説ですが、まず犯行時間について精査する必要があります。はい、堀井市長は、亡くなった方の、ね、堀井市長は、うん、観覧車のゴンドラで見つかりました。はい、乗車するタイミングか降りるタイミングが犯行時刻であろうと。でスケジュールを確認すると18時30分に乗車と記載がある。だが実際は間野が5分間口論したために乗車が18時35分になった。観覧車の所要時間が20分であることから、犯行可能時間は18時35分か18時55分の2つだが、18時55分には男性スタッフと安木がすでに死体を確認していることから、犯行時刻は18時35分になりそうである。ここで男性スタッフの発言やログ履歴から、男性スタッフが女性スタッフの元に行っていたこと、そして女性スタッフが拾ったメモから観覧車の運転速度が2倍になっていることが推測できます。これにより観覧車が一周にかかる時間は10分となっており、18時45分にも犯行が可能。さらに言えば、後から聞ける今安の発言から18時40分には堀井の生存が確認されている。このことから犯行時刻は18時35分ではなく18時45分と確定できる。この時間のアリバイを精査すると、
ジェットコースターに乗っているやつ。はい、疑っちゃいました。そうだね、乗ってるね。で、アスレチックのベンチで会っている私と安木は確認できるが、マロだけアリバイが実は確認できません。そうだったね、はい。では、マロが真犯人なのだろうか。でもこのトリックを使用するには重要機密である回転系アトラクションが倍速で移動可能を知っている必要がある。これは事前説明会に参加している人物しか知らない情報である。このことから魔女にもトリックを仕掛けることが不可能であることがわかる。事前説明会に参加しており18時45分にアリバイがない人物、それはたった一人カメラマンだけとなる。ここに記載しているのは犯人動線のあくまでも一つですということでした。いや、カメラマンじゃん。カメラマン。カメラマンでしたね。大丈夫、信じてたよ。全然疑ってた。いやいや、めっちゃ疑ってた。いや、市長もだいぶ疑ってた。急にさ、出てきたからね。そうそうそう。ええっと思った。いやいや。さすがにこれは無理だよね。無理だよね。かなわちゃう。結構難しかったね。難しかった。目標。ああ、目標ね。そう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 。目標あったっけ？そうそうそう、目標。そうなんですよ。聞きたいな。あるよ。ぜひそのダイイングメッセージとか感じしてる人はこれを喋っていただいて。そうですね。うん。え、その人いる？そうですね。14ページぐらいですかね。はい。じゃあ、まあ最後にした方がいいかな。うん。じゃあ、うん。私から行こう。私から行っていい？うん。はい、じゃあ私から目標行きます。私はね、関谷すみはね、秘密、うん、特にありません。おお、ない、うん、目標、うん、堀井を襲撃した人物を特定する、うん、堀井の秘密があれば暴く。もう堀井さん、あなたの秘密はあなたが堀井さんだったってことです。暴けたんですね。暴けたと思います。満足。じゃあ僕、ヤスハヤトです、うん、まず、ヤスハヤトの秘密ですね、うん、あなたが、うん、僕ですよね、うん、僕が堀井をボウガンで撃ったこと。え、どういうこと？え、やっぱりやってるじゃない。いや、絶対こそもなんかやってる。こんななりながらやったの。こんななりながらで、目標が、うん、犯人指名の際に、うん、他者から指名されないです。うん、危なすぎとこだった。え、でも、あ、え、どういうこと？わかんない。だから、うん、犯人見据えたよね。これどういうことなんですか？本人も分かってなかったようです。殺せなかったってこと？そうだよね、見据えてたことです。うん、35分の、18時35分の時点で、うん、ゴンドラに乗る堀井友人に対して、ここでスタッフさんがいろいろ言ってくれるのですが、つまり言いたいことは、安隼人は殺人未遂をしてしまったというキャラクターでした。表現、うん、人影が見えなくなった。その時には撃ち殺していなくて、ただしゃがんだだけなんですよ、彼は、うん、なので、そのボウガンが貫通して、あのドアの両側にあります。しゃがんだってことですね。そうです。なるほど。最初はしゃがんだのね。しゃがんで取ろうとしてるのね。ね、それいろいろね。だから、殺してはないんです。うん、なるほど。でも、動機は。としてて、やっぱり。動機はって、偉いなと思ったのね。はい、恨んでます。怪しいと思った。父のね、会社がね。マロヤシオです。はい。秘密は僕が本物の本人であることを見つけたけども、バラしてましたね。で、目標は殺した犯人を見つけること。見つけた。ね、カメラマンでしたね。はい。じゃあ私、目標からいきます。堀井裕二が襲った人物を指名する。犯人が隼人であるなら、彼が犯人指名されないがまずあります。え、こことここつながってるの？え、そうです。されないように。しなければいけなかったので、はい、途中隼人のことを信じてるよとか言ってたと思うんですが、なぜかというと秘密、床に書かれた赤字を改ざんしたことが私の秘密です。なのでこれ今犯人はヤスって書いてるんですが、あ、違うんです。実は最初に私が第一発見者で見つけた時は犯人隼人と書かれていました。ああ、なるほど。本当だ。そうなんです。隼人はさすがにやってないと思いたかったんですが、まあ、やってたんですね。はい、そして、まあ、やっぱ隼人のためにと思って、ちょっと隠蔽した部分があったので、本当は言ってもよかった部分ではあるんですが、まだ指摘されないし、うん、このままだったら大丈夫かなと思って言わずにいました、実は。
犯人はヤスと書いたのは私。へえ。どういう関係の2人をじゃあ。そうですね、恋人とかではないんですが、もう幼馴染というか、ムララン出身なのがここ2人ですよね。ありがとう、愛してるよ。ありがとう。よく思っていたというか、まあ好きだったのかもしれないですね、こんなにかばってるから。あの事務スタッフとはまた別、うん、の女性は私ではないんですが。あ、また別の人かそれ。はい、そうですね、働く事務員の女性と見てるんで、うん、ただドックのおじさんすごいいい人で、私がその火傷を負っていてすごい虐待されてる後とか死にたくなるような衝動を駆られるぐらいこういろいろあったんですけど、うん、ドックのおじさんがいつも話しかけてくれたんで、うん、ドックのおっちゃんのことすごく好きで、それがまさかの隼人のお父さんっていうのを途中で知ったので、うん、またより一層好きになるみたいな感じのキャラクターでしたね。もしね、途中で僕の 胸ぐらに掴まれてた場合、うん、こういうのが出てくるっていう仕掛けがあったんですね。写真が少し前に東京で捉えたと思わしき、うんうん、安木薫と安隼人が写っているっていう、はい、私も同じで写真があった。はい、私の懐を掴むと同じ写真が出てくる。ああ、そうだ、じゃあ共犯っぽいね。そうですね、うん、そうだね、これ、うん、あともう一個、さっき言ったこれが出てくるのは、うん、私の腕、多分情報あったと思うんです、うん、腕なんか気にしてるみたいな。あった。私の腕を掴んでいれば、この指に血がついているのが出てきてました。のダイイングメッセージを変えてるので。ああ、なるほどね。怪しい。怪しいやつ。あ、これ自分の指でやったの？私の指でやりました。犯人は、いやと、いや、怖い、やつに変えようって気になるんだよね。ということで、以上マーダーミステリー単独殺人事件ですね。はい、犯人はヤスということで、皆様いかがだったでしょうか？面白かったですね。面白かったですね。見てる人もきっと面白かったんじゃないかな、うんね、はい。どうですか、オリジナルの作り手として。いや、よかったです。かですか、うん、もう髪がいいと言ってくれれば、うん、もう OK です。もう OK です。はい、ということで今回の企画実案にあたっては、新作マーダーミステリーを用意していただいた、ボードゲームとマーダーミステリーが遊べるアンティークゲーム喫茶ジョルディーノさん、お力添えいただきありがとうございました。そしてポートピア連続殺人事件を世に生み出してくださった神堀裕二さんも本当にありがとうございました。ありがとうございました。ということで皆さん、マーダーミステリー遊ぶときはぜひジョルディーノに遊びに行ってください。お願いします。ありがとうございました。また会いましょう。したっけね。実は北海道出身だったんで、あ、したっけ、楽しかったです。嬉しかったです。はい、ありがとうございます。他のマーダーミステリー作品も、白雪リラマーダーミステリーで検索してみてね。したっけねー。